さあ今年もやってきました。まさき町の夏の風物詩、半切り競争。半切りとは直径1メートルほどのたらいのことで、この半切りに乗って体の上下運動だけで前に進むレース、半切り競争に海と日本プロジェクトのチームが挑みます。チーム海プロのメンバーはご覧の通り、優勝を目指して半切りを漕ぎまくります。さあ半切りの練習にやってきました。あ、岡内さん初めてですか？そうなんです。あ、それは私がバッチリお教えしましょう。さあチーム海プロ頑張りましょう。あ、昨年の経験者玉岡リポーター、意気揚々と半切りに乗り出しますが、昨年リタイアの経験が思い出されるこぎっぷり。去年から全く進歩してないわ。初心者は半切りに乗ってバランスを取るだけでも難しいんです。この日練習を重ね、少しずつ前に進むようになってきました。さあいよいよ本番に挑みます。さあいよいよ本番です。企業や団体など38チームが参加しての半切り競争、高校生たちの半切り甲子園も見逃せませんよ。まさき小学校優勝するぞ。新田高校優勝するぞ。レースはデッドヒートが繰り広げられています。20メートルのコースをバランスを取りながら前進していく姿は、かつての漁師の勇ましい姿を思い起こさせます。さあいよいよチーム海プロのスタートです。第一走者玉岡リポーター、快調な滑り出し。3位で第二走者につなぎます。アンカーの岡内リポーターにつながりました。体を上下に動かして前に前にと進んでいきます。このレース3位でした。決勝には進めませんでしたが、無事ゴールできました。あー、よかったね、ゴールできました。すごい、もう完璧。もうすっごい楽しかったです。玉岡さんが思ったより速くて意外と頑張って優勝するかと思いました。ですよね。ゴールできて、やったぞ、やったー。変わってこちらは半切り甲子園決勝のレースです。見事優勝。さすが半切りを漕ぐテクニックが一味違いました。松山中央高校優勝したぞ。おーい、真夏の海で繰り広げられた半切り競争、心も熱くなる一日でした。海と日本。